FIFA 20レバンテ監督、ケラモロの続きやっていきたいなと思います。今日はソシエダとビルバオとの2試合やっていきたいなと思います。で、ソシエダ戦はあれなんですけど、ビルバオから過密日程入りますね。ここから中2日、3日とかで、どこまでだ？レガネス戦ぐらいまでか。だから、1、2、3、4、5、6、7試合ぐらい過密日程続くので、ここね、正念場ですね。アトレチコとかもあるし、CL とかもあるんで、すごく大変な過密日程なんですけど、しっかり乗り切れるように、まずここのね、ソシエダビルバオをしっかり勝ちたいですね。順位は2チームともそんなに高くはないんですけど、やっぱり僕の印象としても、スペインでもね、強豪のクラブの一つだと思うので、しっかりここ、今日ね、この動画に2連勝できるようにやっていきたいなと思います。では、参りましょう。さあ、今日の相手、ソシエダのスタメン。グレイをね、引き抜いて、昨シーズンは申し訳ありませんでしたと言いつつも、それでもね、メンツやっぱ豪華なので、しっかり勝ちたいですね。おで、ワントップ、鈴木優磨選手、ゴール。で、レバンテのスタメン、3-4-2-1 で変わりなく、今日はキーパー、バルドナド、サイエンス、ベゾ、エルベディ、で、右からポロ、カンパニー、オクシル、デイビス、で、ツーシャドウ、バルディ、グレイ、ワントップ、モラレス、やっていきます。でね、ベンチに香川選手おるので、出場したら、日本人対決ですね。そこをちょっと意識していきたいですね。できれば鈴木優磨選手が交代するまでには起用して日本人対決実現させたいですね。そういう粋なねことしたいタイプなので、なんとか起用したいですね。早速チャンス。惜しい。ビルバオ戦からさっきも言ったんですけど過密日程が入るということで、ここでうまくいろんな選手使っていきたいですね。プレシーズンぐらいなんか大胆に起用するかは分かんないですけど、なるべく全員使っていきたいなって思います。そういうところで新発見もあるだろうし、ユースの選手とかもね能力すごい高いので、こういう時にしっかり起用して育成したいという気持ちでございます。まずよし、まずいうわやられた。今のスライディングでやんない方がよかったな。あれミスったな。 OK つないで左に行きたい、左に行きたい。デイビス来い、デイビス走っていけ。カンパーニャ、サインカンパーニャ、ポロオフサイドなんないで。さあポロからモラレス、バルディオフサイド、マジ今オフサイドだった。いや絶対さこれオフサイドじゃないでしょこれは。うわー VAR マジか。 VAR なんか密室みたいになるから導入しないみたいなニュースで見たけど、あれどうなのかな、本当なのかな。ちょっと最近全然サッカー終えてなくてあんまり覚えてないんですけど、なんかそういうのを見た気がする。 VAR なくすってちょっとどうなのかなって思うけどね。僕はね割と VAR 賛成派というか、その試合が止まったりするからゲームバランス崩れるんじゃないかみたいなずっと言われてますけど、僕はやっぱありかな、おまあだって VAR、 いやでもやっぱねその、自分がその休みたい時に休めるかもしれないっていうところであれかもしれないけど、ねやっぱ正しい、そういうところ正しさを求めちゃうかもしれない。せっかくさペナルティーエリア内でハンドしてるのにさハンド取られずにさ、もしかしたらねそれ 0-1 の時でさ、それで PK があったらもちろん確率の話だからどうなるか分かんないけど、でもそれによってね PK っていう大きなチャンスを得て同点に追いつくっていうね可能性もあるから、逆にねそのハンドしちゃって、それをね免れるっていうところはある種いいのかもしれないけど、 VAR がないことによって、でもやっぱ罪悪感すごいよね、その時に。なんかそれで勝ってもなんかちょっと罪悪感あるなって個人的には思っちゃうから、 VAR は賛成派ですけどね。さあデイビス、モラレス、あっ通んない。奪い返してモラレス、縦ファーサイド、お PK きたー、 PK、 よし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 。あと注意、いやイエロー出してもよかったけどな、マチーニ。モラレス蹴らすか、これでモラレス決めたら何試合連続だ、5試合連続とかだよね。モラレス蹴らしますか。おお決めたモラレス、5000連発とかか。 CL 入れていつから決めてんだ、バレンシア戦から決めてんだっけな。バレンシア、エスパニョール、マンシー、あれ4試合、あれもう1個あったな試合。もうウナルね、回復してきて一応もうベンチ入りさせることはできるんですけど、まだ絆創膏マークついてるんですけど、一応起用はできるんですけど、まあ、大事を取って使ってないけど、モラレスがね好調すぎるからそんなにね強引に使わなくてもいいっていう状態だから、本当にモラレス最強。さあグレイ、おおおほっ、ポロポロ、バルディ出してよかったかな。ちょっとね、なんか自分の中でなんとなくそのあるあるみたいなのあって、古巣相手だとなかなか結果を出せないっていう、ちょっとあるあるができつつある。だからグレイちょっと不調気のせいなんだけどね。ああ来た、いや待って待って、なんで今シュート四角ボタン押さなかった俺。ちょっとモラレス見えちゃって、モラレス決めさせたかったっていうのはあったかもしれないぶつけちゃった。まあ同点に追いつけたらよかったかな。まあなんか事故による得点みたいなもんなんでね、失点かなんで、まあ、失点の後はいい感じに攻めれてたかな。なのでまあこの試合の後も1週間空くし、何も心配せずに全力で勝ちに行きたいですね。やっぱ昨シーズンこういう試合で引き分けが多くてそんなに勝ち点伸ばせなかった、まあ、やっぱその3強に食い込めなかったっていうところはあるので、こういう試合はやっぱね今シーズンしっかりものにしていきたい。さあモラレス、モラレス、おおなんかもうやばくない？何歳です？今シーズン引退するんですか？やめてください、とどまってください。署名活動しよう、みんなでモラレスやめないでっていう署名活動しよう、署名運動か。やばいよねもう。いやでもずっとまあ確か左のウィングで使ってきてたけど、真ん中がいいっていうのにようやくなんか引退シーズンで気づいたっていう。お香川4ゴール目すごい。やっぱねこのレバンテキャリアで改めて思ったけど、本当に、まあ、能力はもちろんねその数値で大事なんだけど、それ以上になんかやっぱ使いやすさとかは能力に左右されないところもあるから、それこそドゥアメナ移籍させちゃったけど全然使いやすかったし、なんか、ただ数値はそんなに73とかで全然高くないけど使いやすいとかもあるから。なんかもっとそういうの大事にしていきたい。獲得するときに分かんないけどねそういうのは。まあでもなんかあんまり能力にも縛られず、なんかただ単にその補強とかでその通知の高い選手を危ない、いやポストに救われるすごいね、その能力にとらわれすぎずにいきたいですけどね。よしバルディ、さあお、来たデイビス。おー、モラレスいったらハットトリックだったけどな。あ、やばい。あ、ちょっと待って。交代させたいな。日本人対決。させたいな。日本人対決。なんでキャッチせえ。キャッチせえ。平泉せえ。はい。はい。なんでもございません。やばい。さあ、ポロ。いいんじゃない？切り返して。バルディ。いやー、素晴らしい。バルディー。ゴール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 。バルディー、久しぶり。だけど、もう8点目かな？今日何節だ？今日7節だから、まだその試合数より得点数の方が上回ってるっていう驚異的な得点スピード。このままいけばだって38点以上は取るわけだから、えぐいよな。このペースでいけたらね、難しいけど。OK。さあ、65分、グレイ下げて香川投入。これで、あ、鈴木優磨選手、これいるよね。これで日本人対決になりました。さあ、ここからどういう展開になっていくのか。で、香川、左シャドウですね、そのまま。さあ、その香川。おう、さあ80分、デイビスとポロ下げてバレリーとロベルト投入で、左ロベルトで右バレリーですね、ウイングバック。これで残りまあ10分ぐらいかな、やっていきたいと思います。さあ香川、ロベルト、モラレスに、いやー違うな、強引に来てた。それはハットトリック狙いすぎ、それは露骨に狙いすぎ。あ、結構選択肢ある気がするな。結構選択肢ある。モラレス、あー、おー、試合終了で逆転勝利、よかった。まあ失点してからは落ち着いて、まあ対処して3点逆転勝利、よかったです。はい、ということでソシエダ戦3対1で逆転勝利することができました。まあでも言ってやっぱ順位がそんなに上がらないな。5位か、結構拮抗してますね、上位陣はかなり。はい、順位表こんな感じで、そうだね、もう3位が勝ち点19で3チーム並んでて、でその下18、17、16、14、13、本当拮抗してるんで、1試合負けただけでだいぶでかいなっていうふうには思うので、まあ、次のねビルバオ戦もしっかり勝利できるようにやっていきたいなと思います。で、今日のビルバオ戦のレバンテのスタメン、あ、キーパーが乗せた、まあいいや。で今日ベゾをベンチ外にして温存にして、アルバレスをセンターバックに置いてます。で今日デイビスをツーシャドウの左にして、バレリーを左のウィングバックで起用しています。であと言うことなんかあるかな、まあ、ビルバオのスタメンこちらです。まあなんだろう、スペインリーグよく見てる方とかはね、多分ビルバオの選手よく知ってると思う、カマラサインだ知ってると思うんですけど、まあ、なかなかねそのあんまり日本人があまりビルバオを追ってる選手、その追ってる方とかは少ないと思うので、知らない選手とかもいっぱいいると思うんですけど、まあ、結構ね能力高い選手たくさんいるので、しっかり今日も油断せずにいこうっていうね、テニプリの手塚国光の言葉ですね。で、うん、まあここから過密2点入るって冒頭に言ってたんですけど、ただビルバオ戦、今日のビルバオ戦とその次の中3日であるザルツブルク戦はしっかり勝ち点3を取りたいので、まあ、あんまりメンバーはいじってないですね。で中3日で、この試合からザルツブルク戦があって、その中2日でヘタフェ戦があるので、ここはちょっとメンバーいじります、いじる予定です。でその中3日で今度またアトレチコ戦っていうビッグマッチ控えてるので、ここはベストメンバーで組んでいけるよう調整します。でその中2日で今度最下位だったかな、まだ1勝というか勝ち点0のオビエドとやるので、そこでもメンバー入れ替えて、でまた中3日で、あ、2日かな、ここはザルツブルク戦あるので、こうもう勝ち点3取れるように挑んでっていう感じで、まあ一応そういう予定でですね、そういう感じにはならないと思うけど。あー、デイビス、本当にね、過密に行って嫌い。もう本当プロの選手すごいよ、よく戦ってるわ。コーネットもね、昨シーズンレンタルでどっか行ってたんですけど、今シーズン戻ってきてて厄介。やばいやばい、大きなナイスキー、ただ、あ、危ね危ね、ナイスキー、助かった。危ねえ。さあ、ここはショーツコーナーで、絶対ショーツって言ってるよね、これ知ってるよ、絶対ショーツって言ってるの。いや、まずい。おし、いいよ、反撃。ここを引きつけて、デイビス、ゴー、デイビス。きたー、落ちたないでしょ。けー、よかった、今日は落ち着いてた。ナイスー、先制。あー、助かった。なんかどうしようと思ったけど、利き足じゃない右でデイビス打つのかと思いつつ、まあ、ギリオフサイドなんないだろうって思ったから、バレリー使ってよかった。あれでね、ここでもうオフサイドだったら本当に今までの過程を否定される気がして、だいぶ精神的に崩壊しかけたけど、まあ、よかったです。しっかり点取れて、まあ、もう1点ですね。前半いって展開的に、まあちょっと余裕を持てる展開になって、メンバーもね、ザルツブルク戦に向けて入れ替えていきたいです。バレリー、デイビス、いいよ、いいターン、フォアサイド、逃がさない、逃がすか、あー、逃がしちゃった。すごい、5等分の花嫁だったな、その描写。逃がすかよっつって逃がしちゃうやつね。あべ、いいよいいよ、サイエンス。さあ、これスピードでいけんじゃね、デイビスと見せかけて、モラレス、うわー、決めたー。6試合かな。ビルバオ、ソシエダ、シティでエスパニョル、バレンシアだから、あ、5試合か。これで5試合連発なのか。他に試合なかったっけ。まあいいや。5ゴール目、いい感じに今試合運べてるね。まあシュートもこっちが上回ってて、支配率も56かなだったと思うので、まあいい感じには試合運べてますね。まあ問題はどこ変えるか、まあ、モラレス、バルディ、カンパーニャかな。でもね、本当にね、なんか最近思うけども、よく知るカンパーニャって、2枚中盤変えづらい。この2人が良すぎて、この2人のね、強度がすごくいい、ちょうどいいというか、本当に強度高くて、本当にトップクラスだなって思うので、そこをね、なかなか変えるのがね、大変。変えるんだけどね。あー、ばい、オフサイドか、助かった、よかった、ラッキー。さあ、59分、モラレス下げて、ウナル投入。まあ、モラレスは温存っていう形で変えます。で、ウナルも、まあ、怪我明けで、ちょっと試したいっていうのもあって、起用しました。あー、待て。残り2枚。2枚様子見ますね。でも割とウィングの選手とかは、意外と替えがいるので、まあ、ちょっと後回しでいいかな。カンパーニャ、バルディかな、そうなると。ここは間違った判断。でもちょっと攻め込まれてきてるな。だいぶきつくなってきた。あっ、危ねえ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 。ナイスナイスナイス。さあ72分、カンパーニャ下げてベンセドール投入。おはよう日本探したん。あっ、うわ、油断した。鼻歌歌っとるからや。コーネット耐えれるかな。お、よしよしよし、ベースボール狙っていこう。いやー惜しい。さあ80分、バレリー下げてグレイ投入で、左のウィングバックデイビスを落として、左のシャドウにグレイ入れました。残り9分、耐えたいです。やばい、おお待てやばいやばい、焦ってる焦ってる、やばいやばいやばい。やばい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 。おお、やばいって、これ絶対無理だよ。いや無理って言わない、無理っち。何言ってんの。オーケー、オーラ、ナイスナイス。ああマジか。いや前向かしたくなかった。やばいやばいやばい。おーし、デイビスナイス。うい、いやナイス。さあ3分、時間使いながら行きたいな。ただエンターテイナーなんで、ちゃんと3点目狙いに行く。僕はエンターテイナー。さあおい、さあベンスドール、オラーオラーっていう、こんにちはってスペイン語、スペイン語なのかなあれ、違う気がする。おおおおおお、なんだなんだなんだ。てか入ってなかった今まあいいや、なんとか勝ってたんでよかったです。はい、ということでビルバオ戦2対1でなんとか勝利することができました。過密日程の初試合ということで、まあ勝ててよかったです。本当に今勝つことが大事だと思うので、何よりね、結果、まあ、内容云々より勝つことが大事だと思うので、しっかり勝ててよかったです。次は中3日でザルツブルク戦あって、で中2日でヘタフェ戦、まあ、この2試合やっていくと思うので、また次の動画もお楽しみにしてもらえたら嬉しいです。そんな感じで、チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。はい、以上です。ありがとうございました。